ジョージア国立バレエプリンシパルの細谷海人です。今日は皆さんに劇場内を案内したいと思います。劇場はジョージアの首都トビリシにあります。とても歴史のある街で、至る所で昔ながらの雰囲気を肌で感じられます。親日家が多く、みんなとても温かく振る舞ってくれます。さて、まずは普段レッスンやリハーサルを行っているスタジオにやってきました。レッスンは基本的に朝の11時からで、2つのクラスに分かれて行います。ジョージア国立バレエはいろいろな国からダンサーが集まる国際色豊かなカンパニーです。続いてホワイエにやってきました。公演がある際にお客さんがここを通って客席内にやってきます。壁一面に美しい絵が描かれた華やかなホワイエですよね。少し暗くて見えづらいかもしれませんが、あのジョージ・バランシンの銅像が飾られています。実はバランシンはジョージア人の両親のもとに生まれました。ジョージア国立バレエではバランシンの作品も多数上演してきました。続いていよいよ客席へ。5階の正面席からの眺めです。シャンデリアが豪華ですね。1階席はこんな感じです。ぐっと舞台が近くに感じられますよね。今夜はラ・バヤデールの公演があるため、舞台にセットが飾られています。特別に舞台袖もお見せしたいと思います。舞台上では翌日の主役カップルであるラウラ・フェルナンデスと後藤正明くんが練習していました。美しいですよね。ラウラは12月のクルミアル人形日本公演にも出演予定ですので、皆さんお楽しみに。ちなみに僕もクルミアル人形役で出演予定です。無事に本番が終わりました。僕もこの日はドラムダンスの役で出演していましたので、無事に終わってほっとしているところです。客席から見るとこんな感じだったんですね。皆さん、ジョージア国立バレエの劇場ツアー楽しんでいただけましたでしょうか。今年の12月5日から27日まで日本各地でクルミアル人形を上演します。バレエ団一同、クリスマスの時期に日本で踊れることを本当に楽しみにしています。皆さん、次は劇場でお会いしましょう。